獅子座の2021年上半期の、いろいろお伝えしていきたいんですけども、タイトルが、いつまでも遊んでいたいな、本気で遊ぶために私がいろいろ企画しちゃうね、というのが、獅子座の上半期の、タイトルになるんですけど、他の星座でも、今回その2021年の上半期を書いていて、遊ぶっていうキーワードが結構多くあったんですね。で、獅子座自体がこうすごく書いてて面白いなと思ったのが、なんかね、放課後活動みたいなものに目覚めてきてるんですよ。いわゆる人間って例えば学校とか仕事とか、メインで自分の仕事って使う場面があると思うんですけれども、2020年からもう2021年の始まりも含めてなんですけど、獅子座はちょっとそこからね、自分でメインの最前線っていうのかな、一番こう羨ましがられる場所であったり、一番みんなが目標とする場所っていうのかな、そういうところから一歩離れて、遊びを大事にし始めてるっていう印象がすごく強かったんですよ。なんかそれが現実逃避でもこう構わなくて、なんかね、最前線と言われてる場所から一歩下がって、いわゆるこうね、自分のクリエイティビティっていうのをこうもう一回鍛え直してるというか、見つめ直してるっていう活動をされてます。どういうことかというと、占いをやっててすごい面白いなと思うのが、人ってこう段階的にね、なんか燃え尽きてる場面ってあるんですよ。なんか疲れが溜まったとか、そういうこと以外に全然やる気が起こんなくなったとか、あと目標の見直しって皆さんあると思うんですね。こうなんかこのままこう頑張り続けてることに意味があるのだろうかみたいな。でその時に獅子座が何も持ってなかった頃の自分、いわゆるその自分が、その例えば憧れの場所に入って初日とかに、人間ってこう現実を知るっていうか、その場所に世知辛くて申し訳ないんですけど、なんか憧れしてついた、例えば仕事があったとしても、現実的にこういう部分もあるのかみたいなことに気づいて、だんだんそこと妥協しながら頑張っていくっていうところをやり続けてると、どこかでなんか気持ちがこう、なんていうのかな、こうちょっと濁ってくるみたいなところがあるんですけど、獅子座が今やってることっていうのが、自分なりの遊び、これはなんか将来につながるかどうかはわからないけど、この時間があるから私は例えば月曜日に出社ができるとか、そういうのをね、なんか第一線からちょっと下がってんですね。で別になんかそのまま下がり続けるってわけじゃなくて、気力を回復させるために下がってる。だからなんかね、2021年の上半期って後輩の指導であったりだとか、あと周りにいる人のサポートであったりだとか、あとプライベート、それをが、ね、やっぱ充実されていく。獅子座のプライベートについて話すとね、こうちょっと20分で足りないから、ちょっと省略したんだけど、プライベートは本当のプライベート、自分の中でなんかその仕事みたいにこなしていくプライベートというよりかは、なんか秘密のプライベートみたいなものをすごく持っていく印象があるんですね。なんか土日何やってんすかって聞かれた時に、ちょっとそれを答えたくないみたいな、自分の中で温めてる時間とか、なんか自分の中で勉強するとかね、そういうのをもう一回やり直してます。なので、もう一つっていうのが上半期で特徴的だったのが、プラスマイナス 20% の距離感っていうのを大事にしていただきたくて、獅子座も結構ね、ヤギ座と同じように自分のエネルギーを使い切るところがあったりするんですね。だからなんかその気力がとにかく休みの日に残ってなかったりするから、何か80点でもいいやっていう、なんか力の配分って必要だったりするんです。倒れるまでやるというよりかは、例えば連載をやってるとか、自分の中で定期的にやんなきゃいけない仕事があるっつっても、100点を取ろうとすると、そこで結構グッて力を入れてくるんだけど、自分の中で80点でもいいやって思うとね、なんかね、サボるわけじゃないんだけど、いい感じで隙を作っていくっていうか、それをやっていただくのがすごくいいなって思ったんですね、書きながら。で反対に、自分のプライベートの中でちょっとこれやる気が出ないなとか、あの人に例えば会わなきゃいけないってなった時に、そこにプラス 20% やっていただくと、それが結構いい円につながったりするので、ちょっとプラスマイナス 20% ってところは、なんかもう一回読んでいただくなりなんなりして、なんかこう頭に入れていただけたらすごい嬉しいです。はい、そんな感じでちょっとまた質問に移っていきたいんですけども、今回見る質問ありがとうございました。でまず仕事面から話していきたくて、これすごい面白かったんですけど、受験生なんですが、中学校にあまり登校できていなくて不登校状態になっています。高校から気持ちを入れ替えて頑張ろうと思い、少しレベルの高い公立の高校をずっと目標としてきました。ですがある通信高校が気になって学校説明会に行ったら、この学校に行きたいって思いました。公立の高校より通信高校の方が登校時間がゆったりしていたり、人数が少なかったりしているだけで、他の学校生活はあまり変わらない気がします。
まあでもその人の評判とかそういうのが結構気になるとか。だから自分の行きたい高校をどうやって決めたらいいか悩んでいますというご質問だったんですけども、これもね、今の時代すごい特有の話だなと思ってて、今っていわゆるまあどの時代でもあるかもしれないけど、普通って言われてる世界があるわけじゃないですか。いわゆるこの大人数が良しとするとか、少人数と大人数って分かれるんだけど、もうね、その垣根がどんどんなくなってきてる気がするんですね。だから、どの世界から面白い人が出てくるか分からない状態になってきている。だから変な話、もうすごくシンプルに言うと、自分に合うところが一番だと思うんです。その肌感覚で、あ、ここは例えばこの方の場合っていうのが、もうメリットをすごく見出してる。人数が少ないとか、ゆったりできるとか。で、一律、例えば8時に起きて行くっていうよりかは、いや、この学校の方が自分に合ってる気がしたんだっていう、その判断を信じてもらって僕はいいんじゃないかなって思ったのと、あとね、獅子座を見てきて面白いのが、獅子座ってなんかその自分の才能を発揮する際に、一癖ある場所とか一癖ある上司っていうのかな、そういう人と向き合うことが多かったりするんですね。なんかね、会社に入ってもいわゆる正統派の出世コースにいる上司というよりかは、ちょっとそのね、休日釣りばっかやってる上司とか、そういう人と妙に馬があったりするっていうか。でね、そういう、だからどこを選んでも獅子座って戦っていける人だから、それはなんか自分の判断に自信を持っていただきたいなって思ってたんですね。でね、これもぜひ聞いていただきたいなと思ったんですけど、世の中ってもはや僕は場所じゃない気がするんですね。どの場所に行ってもどう時間を使うかっていうことに限られてると思ってて、どの場所に行っても、例えばバイト先どこ行こうとか、どういうところに勤めようかってなっても、これは個人の偏見が絡むんですけど、何割かの素晴らしい部分と何割かのクソったれな部分ってあると思うんですよ。で、僕の考えとして、才能を発揮する人って3割の光を見ることができる人だと思うんですね。いわゆる、それで割合は変わるかもしれないんだけど、例えば7割素晴らしいところがあって3割クソったれな部分があるとか、その逆に3割クソったれな部分があるけど、なんていうのかな、その割合って変わるかもしれないけど、どんなに小さくても良かった部分を見て、いい人と悪い人ってどこにもいるじゃないですか。で、なんか、飲み会とかで、クソったれな部分だけをずっと喋ってる人って、やっぱりそのまま光が小さく、自分自身の光も小さくなっちゃう可能性もあるから、いいところもあれば悪いところもあるっていうことを分けて考えて、いいところを褒め続ける人って、なんかね、本当に才能を発揮してる人って、そういうね、性善説っていうか、なんか甘い考えを持ってるというよりかは、ちゃんとどんなに小さかったとしても、またどんなに大きかったとしても、光の部分を見出せる人、なんかね、そこを見ていただきたいなって思ったんですね。なんか自分の判断に自信を持つことっていうのは結論なんですけど、で、獅子座は仕事運全体で言うとね、初心にとにかく帰る。なんかね、すごく勉強したくなる気持ちなんですよ。だから、本当に勉強したくなる気持ちだとね、後輩とか自分のその同級生とかでも、同僚とかでもいいんですけど、なんかいいところを盗むっていうのかな、そういう勉強していくと仕事運全体っていうのかな、キャリア運って言ってもいいんだけど、良くなるので、なんか心がけていただけたらなと思いました。はい、では次、恋愛面の質問に移っていきたいんですけども、2021年ついに社会人になります。仕事運や心がけた方が良いことを教えてください。新しい環境が苦手なのでアドバイスが欲しいです。また仕事と恋愛の両立が苦手に感じていますが、2021年の恋愛はどうでしょうか。これね、全般的な話、仕事運、恋愛運も両方通じるんですけど、獅子座にとって大事なのが、喜んでもらうのはまず自分って思っていただきたいんですね。これね、どういうことかというと、恋愛ってまあ結構めんどくさいじゃないですか、ここだけの話。どういうことかというと、まず恋愛って、ファーストステップで自分の好きになるタイプを探さなきゃいけない。で、次に好きになった人を見つけたら、気に入ってもらえるかを気にしなきゃいけないとか、アプローチをしなきゃいけないと。で、最終的にその友達に紹介できるかどうかとか、休日価値観が合うかどうかみたいな、結構その恋愛でタスクとして大きい部分ってあったりするじゃないですか。もちろんそれがそれで、相手が好きだからできたりとかするんだけど、でも獅子座って、ある種自分自身を、差し置いてしまうというか、相手に尽くしすぎてしまうとか、そういうのがあるから、2021年上半期って、やっぱりキーワードとして、喜んでもらうのがまず自分と思っていただきたいんですね。でね、やっていただきたいのが、これ限られるんだけど、僕ね、今年集まれ動物の森にハマったんですよ。で、何にハマったかというと、部屋を作れるんですね。部屋を作れて、自分の好きなものを置けるんですよ。で、その時に、無意識で僕が選んだものってキャンプ用品だったんですね。だからそこでね、あ、キャンプ用品だったんですね。
ャンプ行きたかったんだって思って、自分の喜ばせ方をなんか知ることができた。だから、もちろんあれってスイッチ買わなきゃいけないし、集まる動物の森を買わなきゃいけないから、それ持ってない方は、もしよければなんだけど、僕は常に言ってるんですけど、やっぱ雑誌を読むってことをやっていただきたいんですね。雑誌って、趣味の紹介の宝庫だと僕が思っていて、いわゆる専門書にいきなり突入するよりかは、ライトな層っていうのかな、例えば生け花入門であったりだとか、日本の四季折々であったりだとか、そこの中で本屋さんにこう行っていただいて、自分のピントが合うものっていうのかな、なんか興味がね湧くって、で立ち読みじゃない、買って行かなくてもいいから、そうするとね2年後に行くかもしれないとか、そういうね放課後活動というのを獅子座をやっていただきたいんですね。でその恋愛運というのもそこにやっぱ直結していて、自分の趣味が合う人、例えばキャンプだったらキャンプ一緒に行こうとか、そういう部分って増えてきたりするし、あと仕事でこう初対面の人に気を使ってしまうっていう人も、休日に自分の楽しみにしてる趣味、ゲームでもいいし、アニメでもいいし、なんかこの広く浅くこう探りたいって世界があると、それだけで乗り越えられたりするから、ちょっとそのね、なんか雑誌とか、そういうのは改めてこう、見ていただきたいなって思いました。そうですね、自分の部屋作りとか、そういうのも、やっていただきたいな。自分のその喜びを知る人って恋愛にすごい近い距離にいるんですよ。いわゆる恋愛をすごくしたいっていう時って何が置き去りになってるかというと、なんか積極臭かったら申し訳ないんだけど、自分の喜びを知らない。だから相手と一緒になるとこうすごく喜びが倍増するかもしれないけど、自分の喜びを知ってる人ってまず何がアドバンテージになるかというと、すごい魅力的になるんですね。なんか自分が例えば買わなかったとしても洋服を見に行くのが好きって人は、なんとなくその人の雰囲気の中で、なんとなくこの人って幸せそうっていう空気が出だすから、そうするとなんかね、好きなものを持ってる人って空気的に強かったりするから、なんかちょっとそういうことをやっていただけたら嬉しいなって思います。じゃあちょっと最後の質問に行きますね。2020年は獅子座らしいパワーは少し控えめで、少し自分を振り返ったりいたわる一年だったように思います。自分の中では少し物足りない感じもあったのですが、2021年は獅子座らしい情熱や行動が戻ってくるのでしょうか。これはね、適度に力が抜けた状態で情熱や行動力が戻ってくるなって思うんですね。でね、こうさっきも言ったように、これもね喋りたいんですけど、どこかで僕が勝手に感じることなんですけど、獅子座の人っていわゆるね、社会人の呪いがありそうなんですよ。どういうことかというと、いわゆる高校生、もしくは大学生とか専門学校生から、例えば20歳ぐらいを境目に、人間ってこのなんだかな、周囲の大人がうるさいじゃないですか、なんかね、学生時代のままじゃダメだぞみたいな、あれは全部無視してほしいんですけど、なんかね、大人になるということに対するプレッシャーとか呪いってすごい、呪いって言っちゃってもいいと思うんですけど、自分自身が、恥ずかしくない人間になる、そして人の役に立つ人間になるっていうのが、もう尊敬するほど凄まじいんですね、獅子座って。だから、僕の知り合いの獅子座って、なんか徹夜で仕事した後山に登ったりとかしてる人がいたりして、なんかね、エネルギーの使い方が20代の時に間違ってるような人ってすごいたくさんいるような気がする。だからそこはすごい尊敬してんだけど、だから、2021年上半期って、ちょっとそこの最前線から一歩引く。それによって、なんか力の配分がね、衰えるわけじゃなくて、上手くなってくるという、なんか変な場面で無理しないっていうか、なんか獅子座ってことわざで言うとね、渦中の栗を拾いやすいんですよ。なんか、わ、この栗は誰も拾いたくないですねって。栗をなんかね拾わなきゃいけないっていう使命感に駆られたりするから、それをもうできるだけ見ないことにしていただきたいんですね。だからどうやっていただきたいかっていうと、獅子座はね、なんかね、秘密をたくさん持ってほしいんです。なんか人の自分のプライベートっていうのかな、自分が本当に楽しみに、なんか土曜日を楽しみにしてるアニメがあるとか、そういう自分の大人からちょっと子供に戻るっていうか、立派という荷物を背負わない時間っていうのを持っていただきたいですね。だから本文にもこう書いたけど、へへへって笑う時間、なんでそんなことやってんのって言われた時に、なんかいや楽しいからなんだよねみたいな、その理屈、立派な理屈が言えるものと、立派な理屈を言えない自分っていうのを、なんか二分格っていうのかな、二分割をするというか、そういう時間をね、ぜひ持ってもらいたいんですね。でね、2021年上半期って、なんか自分の中で、だんだんその、
なんていうのかな、エンジンがかかってきて、こう、いいペースで自分を発揮できていくようになるから、焦らないで、こう、ちょっとぐったりする時間も持ってやってみてください。はい、そんな感じで、シシサは以上になります。どうもありがとうございます。